マーケットバトルどっちに投資しよう。はい、今日もやってまいりましたマーケットバトルどっちに投資しよう、コモディティ株式、まあ、そして時々為替とかワインとか、まあ、いろんなものが登場するんですけれども、どっちの投資が魅力的か、そういったものをですね、投資家の方々に判断いただくというそんなコーナーでございます。こちらの番組は情報提供を目的としておりますので、投資の最終的な自己判断で、最終的な判断は自己責任でよろしくお願いいたします。ということで今日も始まりましたよ、マーケットバトルどっちに投資しよう。もう回を追うごとに盛り上がってきております。でそんな中で今日はテーマを原点に一旦戻してみたいなと。原点です。原点、お大事な、はい、ということで本日のお盆だし、はい、お盆ウィークスペシャル企画ということで、はい、日本人だから原点に戻りましょう、ね、今回のテーマはこちら、株 VS コモディティ、原点でしょ、原点、はい、もうド直球でしょ、ストレートでしょ、ど真ん中でしょ、ど真ん中ね、やばい、それとやっぱりね、テーマがやっぱりなかなかその難しい分ちょっとまあ面白かったりはするんだけれども、やっぱもうちょっと初心者の方々にも幅広く知っていただきたいなということで、今回はお盆休みだからやってみたい人いるもん、いるもん、そうこの時期だからいろいろと始められるっていう、そうみんな小学校とか休みだからね、ちびっ子たちもこの機会にちびっ子たちもちょっとコモディティ勉強したいな、ちょっと株式勉強したいな、夏休みの自由課題にちょっとこれ取り上げてみようかなみたいなテーマでお届けしますんで、ちびっ子のみんな、日本全国のちびっ子のみんな、ぜひ株とコモディティで自由研究進めてくださいね。はい、で本日のプレゼンターはこちらのお二人です。まずはコモディティ代表 UHG のジョンさんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。美人でしょ、うん、自己紹介簡単にお願いします。韓国のソウルから参りました。今年3月大学院を卒業して、今 UHG っていう会社で働いております。今日初めてのデビューということですごく緊張しておりますが、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。ありますよ。続いて株式代表はもう皆さんおなじみですね、はい、新しい株の学校主催代表、まあ、プロデューサーでもあります、はい、もうマルチな多彩な飯塚浩二さんです。はい、今日は、まあ、先ほどね話があった通り、はい、その初心者の人とか未経験の人に、はい、まあ、そのメリット、まあ、お話できたらいいかなと。お盆だしね、はい、ジョンさん女性だからね、本当に頑張らないと負けちゃうから頑張ります。そうですね、よろしくお願いします、はい、ということで日本全国のちびっこ諸君、今日は勉強して夏休みの自由研究でお願いしますね。じゃあまずコモディティ代表ジョンさんの方からファーストプレゼン行ってみましょうか。はい、ジョンさんお願いします。はい、よろしくお願いいたします。まず商品の魅力って何だと思いますか。商品の魅力、はい、魅力レバレッジ。簡単に言えば商品が分かれば暮らしが分かるっていう。暮らしが分かる、あ、これは言い換えると利益を追求するだけではなくて、世の中の流れや経済の仕組みが分かるっていうことでございます。はい、はい、突然ですが皆さんに質問したいと思います。お、突然ですね。で、投資とか資産運営をする場合には一番判断基準として皆さんが一番大事にしていることは何でしょうか。何でしょうか。ここはファンダメンタルですね。その物自体とか企業とかにどれだけの、うん、まあ、将来の期待、まあ、価値がある、うん、そういう本質実質的なところを僕は一番重視したいです。そうですね、これは簡単に言い換えるとどのくらい利益を得られるっていうことだと思います。でもこの以前にどのよう自分にどのように合っている投資法を見つけることができるかっていうことが一番大事なものではないかと思っています。やりやすいか分かりやすいかですね、はい、自分にとって、はい、うん、自分が興味を持てるか持てないか、はい、そうだね、興味は大きいです。その意味として商品っていうのは日本人に最も合っている投資手段であると思っております。確かに、はい、この理由は商品先物取引の歴史と関係があるんですけれども、
これは1716年から36年の間に大阪の堂島というところで、堂島ロールで有名な堂島ですよ。そうですね、はい、最初に世界初めて米の取引が行われている絵でございます。へえ、その絵なんだ。世界初ですよ。そうですね、はい。アメリカが160年、イギリスが130年っていうことと比べると、日本の歴史は断トツに長いっていうわけでございます。それとともに、書院っていうのは、あの皆様の身近にあるもの、金とか百金、そしてガソリンとかゴムとか、大豆とかトウモロコシっていう農産物に投資できるっていうことで、メリットがあります。ちなみに金とかね、金歯とか入ってるでしょ。入ってるね、そうですね、そうですね、じゃないでしょ。で、生活する上、価格変動を見せる商品っていうのは、うん、誰にも分かりやすく、うん、皆様に適した投資手段であると思います。まあ、確かにね、本当に家庭の主婦がやっぱりそのスーパーマーケットに行って、その大豆の価格、納豆とか豆腐とか、まあ、そういうの反映されてる、小麦の価格でパンの値段が上がったわとか、ガソリンスタンド行ったらガソリン高いわねとか、家庭の主婦が普通に日常会話の中で出てくる会話なんだよね、コモディってね、実は。はい、以上でございます。以上でございます。ありがとうございます。生活に非常に密着しているものだから非常に分かりやすいんじゃないかという、そういうファーストプレゼンでした。はい、じゃあ株の方、ファーストプレゼン、新しい株の学校の飯塚さん、お願いします。はい、よろしくお願いします。まずは今は株でしょうって何度まあ言ってきたか分かりませんけど、ちょっと私の似てるかしら、これ今でしょうじゃなくて株でしょうなんだ。あ、ごめんなさい。そうですね、はい、新しい株の学校ではまあ、こうは言うものの、やっぱし経験がなかったり、まあ、口座は開けたけどどうすればいいかわからない、もうこの人意外と多い。特にネット証券なんかでは口座は開けてるんだけど稼働してない人たちの割合が圧倒的に多い。圧倒的に多いんだ。圧倒的に。だから、そうそう、まあ、一度二度は経験してるかもしれないけど多い。なので我々の学校の、まあ、プレゼントとしては、まあ、今日そうだね、この株でしょうっていう中で、やっぱり株だからこそラインナップというかバラエティというか、ここをちょっとテーマにファーストプレゼンをしたいと思います。当たり前なんだけど、株のいいところってやっぱ値上がり率ということで、どうでしょう、その中にも IPO っていうのがあって、はい、ユーグレナ、ミドリムシ、ね、皆さん知ってる方もいっぱいいらっしゃると思います。1700円だったものが3900円、はい、3900円、そうユーグレナね。そう、それがね、4ヶ月ぐらいかな、で1万6000万円か、10倍っていうことですね。でもそういった、はい、でも10倍は別にしても何倍っていうのはもう続出するわけ。値上がりがやっぱし、やっぱメリットだね、投資家の。2つ目、やっぱり配当っていうことで、今の普通預金少し上がってきたって言ったって 0.何%、 0.02 かな、それがまあ上場のね一部の平均で 2% ぐらいあるわけよ。これもやっぱり価格変動はあるんだけど、やっぱりあるっていうのはすごいことだね。プラス株主優待ってことで、例えばそうだね、食べ物屋さんだったら1年間で2000円3000円のただけをもらったりするわけ。これをもし定位株、安い株ね、10万円ぐらいの株であればもう 2-3% でしょ。2-3% 足す配当が 2% だったら何パーセントになるっていう話の考え方ができるわけ、ね、これもメリット。それからちょっと抽象的なんだけど、品揃えっていうのは株を直接って言ってるけども、例えば投資信託とか、積立とか、まあ、最近では ETF とか、REITとか、この辺も選べるってことは、この株に興味を持てば、どれか自分に合った投資が見つかるはずだっていうのは、この学校のまあ伝えたいところだね。なるほど。最後、おまけなんだけど、この下見てください。まあ、最近流行りっていうのも、このワールドインベスターの今回こうテレビだけど、よく越境せよ、越境せよってお話しされてるけど、海外投資といってね、同じ株でも海外の株があるわけ、株を選択することで、まあ、簡単に越境できるっつったらちょっと話は雑かもしれないけど、それも実現できるわけ。分割なんて言っておまけでね、持ってたものが2つに増えたりとか、最後に何といっても最近そうだね、一番重要なのは株式市場のルール変更、
個人がやりやすくやりやすくなってるから、うん、そういう面からすればこれはね当たり前のようなんだけど、うん、もう一度考えて、うん、検討してみたらどうだと思います、うん、以上です。うまい、よろしく。なんかこれだけでなんかね何も知らなかった株を知れちゃったみたいな感じの、うん、この1枚の パネルに全てが詰め込まれてるだけじゃないけどね、いろいろと組み合わせてみて、うん、当たり前のようなんだけど意外と分かってなくて、うん、投資を決断する人って常に何買えばいいのになっちゃうんだけど、うん、いやいや自分に合った投資です、ね、これ感じでしょ。もう一回原点に戻ろうよ、うん、お盆だから、そうですね、お盆だからね、よろしくです。全国のちびっこ諸君分かったかな。じゃあここでちょっと質問を受け付けましょうか、はい、コモリティジョンさん、株式飯塚さんに何か質問ある方、何でもいいですよ。初心者とかね、うん、そう、初心者、そう、うん、その目線で、初心者の目線に立って何か質問とか、そう、いや今日あまりにもなんかいい話すぎて、質問のしようがない、納得しちゃった、納得しちゃった、前提論だからね、まあ、むしろ次、次行きましょうか、じゃあ、じゃあセカンドプレゼン行ってみましょう。セカンドプレゼン、コモリティの方は U1 のジョンさん、お願いします。はい、まず商品先物取引の仕組みについて、うん、説明させていただきたいと思います。商品は特徴として挙げられるのが、物を受け取らずに物を買う、うん、そして物を渡さずに物を売ることができるっていうのが最大の特徴でございます。これは他の投資方法と違って、価格が上昇すればそのまま売ればいいし、上昇すればそのまま買えばいいし、それで下落すればそのまま売ればいいっていう、両方利益を得るチャンスがあるっていうことを意味しています。これをちょっと理解しやすくするように、株と比べての説明させていただきたいと思います。株の場合には一つの株を買うのに4500円っていうもの値段が必要だとすれば、そのままの金額は45万円っていう金額が必要になります。100株買ったら、そうですね、はい、基本的な単位で、はい、で その場合それに比べると、商品の場合には商品の場合に必要となる金額は、同じ商品の現物を売買するのに必要な金額の10分の1程度で取引ができます。そうですね、それは言い換えると、少ない資金で大きな利益を捉えるっていうことができる投資手段であるっていうことでございます。うん、はい、以上です。はい、いいですか、分かりましたか。ちょっとだんだん難しくなってきますよ、いいですか。じゃあ続いて株式代表、新しい株の学校、飯塚さんの株のセカンドプレゼンお願いします。はい、行ってみます。私のセカンドプレゼンの方は、まあ、ジョンさんの商品の最初の話のたすきがけみたいな話になっちゃうんですけど、結局先ほどのプレゼンでは、まあ、いろんな種類があったりっていう話をしてるんだけど、それをやっぱり選ぶ前に、そもそもの条件でやっぱりこの判断しやすいニュースとかっていうのがやはりすごい身近なんだよね。だから食わず嫌いの人がたくさんいるような気がするんだけど、本来はまあ普通に生活してたり仕事をしていると、あの株ってやっぱりハーモニーがいいっていうことを言いたいんだけど、でじゃあやってみようと思った時、これまた面白い投資家心理だよね。じゃ あの難しい、社会の仕組みであったり会社の仕組みであったり、もしくは株なんていうとやっぱ政治の影響もあることはあるんだけど、そちらから入っていく人が多くて、でかつ壮大な経済のね範囲を勉強しないと、まあお金が投資できないって考えちゃう人確かに多いんだけど、まさにこのフィリップを見ていただくと分かる通り、我々の学校ではまずはお金の流れ、気になる株から買っていくことで、実は経済が分かったり社会が分かったり政治興味を持ったりって、この流れってやってみると分かるんだよね。上から下に流れっていう流れの方が実は自然だったりするんだよね。我々学者じゃないしさ、政治家じゃないけれど、それが重要。でもそっちから行くっていうよりは、このお金、つまり株を持つとかね、そういう商品からつながっていくことによって実は分かりやすいし、そのきっかけとなる要素がたくさんあるんでね、ぜひね、あの皆さんにはもう一度分かっちゃいるんだけど、この流れにぜひ自信持ってもらいたいし、自信がない人は
投稿へ来ていただければと思いますけど、はい、確かにね、俺もあの投資を始めてから、うん、経済とか政治とか世界のニュースに興味を持つようになりました。本当だよね。それまではあんま興味なかったけど、じゃあもう石田かっちゃんだけじゃなくてみんなそうだと思うね。みんなそうだよね、うん、あとは体感するかどうかなんだけど、うん、ニュースの読み方が変わるよね、まず。そう思うよ、うん、やっぱ自分のね、やっぱりそのね、なけなしのお金がかかってると思えば、ニュースの読み方も本気になるもんね、うん、そう、そう、中国株投資したら、中国の政府大丈夫なのだろうかって、中国関連のニュースをがっつり読むもんね。だからそういう意味では簡単なんだけど、うん、あの改めて感じてほしいです、うん、お金から入っていくと、いろんなことがわかるよ、うんうん、はい、うん、はい、以上です。じゃここでちょっと一旦コマーシャル、CM です。よろしくね。商品先物に新たな風を巻き起こす資産運用の流れが変わる。コモディティの新しい流れはトコム。商品先物に新たな風を巻き起こす資産運用の流れが変わる。コモディティの新しい流れはトコム。はい、マーケットバトルどっちに投資しようをお届けしております。ファーストプレゼン、セカンドプレゼンでやってきて、最終的にファイナルプレゼンに移りたいと思います。今日のテーマはコモディティと株です。それでは UHG のジョンさん、はい、ファイナルプレゼンよろしくお願いします。よろしくお願いします。金の取引はまずこのチャットであのご覧になれば分かるように、はい、でこの10年間値段も上昇して取引の銘柄として人気も高まっています。その理由として挙げられるのが、金はあの短期の トレーダー対象としてあの値動きがすごくあるために、あの トレーダーの取引の銘柄として活発に今取引されていることが今事実でございます。で金は特に東西とか混雑を問わずに価格価値が認められてきた数少ないものでありました。現在アメリカや日本をはじめとする世界大国の経済不況の状況の中で、先物取引、特に金とかのものがどのように大事なことを示しているかということを、先ほどの飯塚さん の発表に従って答えていきたいと思っております。でまず株は会社、そして通貨は各国の中央銀行が発行されているものでございます。それは株や通貨の価値は会社や国の信用によって保証されているのでありますが、それは国の経済状況が悪くなったとしては、もともと株や通貨というものは神っていうものでございますので、この意味っていう価値っていうものはなくなります。それに比べるとこの金とかトウモロコシとかガソリンとかエネルギー資源とか、いろんなものはそのものがもう先物っていう現物のものでありますので、特に金はあのどのように実際にあの価格の価値がなくなることは一切ございません、はい、それは歴史によっても一回もそんなことはなかったという方が事実であります。はい、その意味であの商品取引先は今後あの経済不況な状況の中で、日本やアメリカそして世界 の投資家に対してはすごくいい取引手段であると思います。その上に商品先物取引 の特徴としてメリットとして挙げられるのが、対面取引ができるしネット取引ができるということでございます。これは自分マイスペースで取引もできながら、の専門家のトレーダーと相談しながら取引の方を決めるということができるということでございます。そのように株と違って商品先取引は今後
あの経済仏教復興、そして日本の今のデフレ状態とかアメリカの世界復興の状態に最も合った取引の手段であると思います、確信しております。うん、まあ、ジムロジャーズがね、商品の時代なんて言ってるぐらいですからね。買い込んでますからね。そうですね。それでは最後に皆さんはどっちに投資しようと、そしていつ投資始めようと思ってるんでしょうか。今でしょう。はい、いつ投資するの今でしょう。初めての展開。今でしょうって、勝因でしょっていうことであります。はい、以上です。ありがとうございます。じゃあそれでは株の方でファイナルプレゼン、新しい株の学校の飯塚さん、お願いします。はい、どうもです。まあ、本当に今回は、まあ、今ジョンさんがね、金の話についてだいぶ詳しくされてましたけど、まあ、我々株としては本当に大きなことがこの1年ドラスチックに起こっていて、やっぱりずっと特別税制ということでね、 10% だったのが一応今年度で終わって、来年から新しいことが始まる。この新しいっていうことでね、投資家さんこれからね、もっと増やしたいっていうことで、もう今 CM とか中づり広告も含めてこの NISA と、まあ、このね、他の番組でも十分取り上げてると思うんだけど、やっぱり何かのきっかけが欲しいよね、投資をするって。きっと、まあ、そういう中で今回は強力に、まあ、歴史的な転換じゃないけど新しい試みをしようと、国自体国策として挙げてきたこのNISAっていうものにぜひ注目してもらって、皆さん個人の投資を考えられたらどうかなと。いや本当この機会にね、でやっぱり我々本当のいつもねお金ばっかり勘定してるの、僕大好きで、で、まあ、これもまたおかしな話なんだけど、どうしてもその一般の人と僕らがちょっと違うところは、なんだろうね、何を買うかばっかりじゃなくて、やっぱりお金を残せるかっていうことを主眼に置いてるんだね。そうなんだよね。まあ、ここではちょっと書けないんだけど、売買っていう字がね、売りから書くのと一緒で、何が重要かってそこが物語っていて、やっぱり残せるかどうかっていうのが、まあ、もしかしたら売買技術のコツなんだよね。ってことからすると、マーケットとしても今回はこのNISAっていうものがね、やっぱりこれ非課税で100万円だっけね、確かね、これ5年間、そう、僕らって本当せっかちで明日の利益が欲しいわけ。ただこんな短期売買の人間も、逆に100万円だったら使えないじゃんじゃなくて、まあ、100万円だったら何が起こるか分かんないけど長期投資でもやってみようかなって気持ちになっちゃってるわけ。すごく不思議だと思うんだけど、これ素直な話で、この中でやっぱり、ね、業とした証券会社の改革とかも十分見込めると思うし、まあ、どうだろう、ここに損金の繰り越しっていうことで、これはジョンさんに味方になるような話かもしれないけど、商品取引だろうが株の取引だろうが、特にサラリーマンの方からするとね、損金を繰り越せるっていう話って結構驚きなんだよね。サラリーマンの方ってやること全てが消費だから、そういう意味で損を出しても3年間は繰り越せるって、これ商品も株も一緒よ。だからそういう中でこういったものを使っていきながら、3年後の自分の変わった姿のための期待値も含めて、まあ、投資をおすすめしたいし、特に株の場合は、まあ、そういう意味ではね、面白いよって話を今させてもらいました、しなければならないって話ね、した方がいいんじゃないですかではなくて、取り入れる機会じゃないですかっていう話で締めくくりたいと思います。まあ、そのための制度なんだよね。NISA ってもともとあれだもんね、なんか投資家の裾野を広げていこうっていう目的があって、だからまあ少額の投資に関しては非課税っていう制度をこうやって今日本全国で普及してるっていう感じなんですけど、まあ、本当株なんかは、まあ、汚いさ汚いかもしれないけど、今ね日銀なんかも、もうETF とかを株が下がるか上がるか関係なく上がるね、やっていたりとか、あと皆さんやっぱ年金の話があると思うけど、 401k なんていうものの、やっぱり主力とストルマーケットは株だしね、やっぱり知っといた方がいいよ、任せるのもなんでもね、目利きができるかどうか、まあ、この機会に、まあ、ジョンさんも僕らもやっぱり投資家層を増やす、強い投資家層を増やす、という意味からすると、今の今日の話って結構大切だよね。大切、と思います。日本の投資家が、まあ、世界と同じレベルになれるっていうところに行けるか行けないかの、そのキーワードだよね。本当負けたしね、仕方ないもんね、本当に。これもともとロンドンですもんね、イギリスのね。イギリスの制度を日本がこうやって持ってきて、本当そう、使い方だと思います。どうですか、質問の時間はあるかな、まだ。
はい、私は株はやったことがあるんですけど商品やったことないんですね。それなぜかというとやっぱり商品の仕組みがいまいちよくわからないっていうところがあって、はい、まあ、分かりづらいっていうか、で FX はやってるんですけれども FX みたいに考えればいいんですか？そうですね、 FX とディテールっていうところはネット取引ができるっていう部分でありますが、うん、それとFX と特徴として比べられるのは、うん、違いっていうのは手数料の安さでございます。手数料の安さ、はい、でどっちかというと商品先物取引で FX とかやっていらっしゃる人にはもう全然もう訳が違いっていう認識っていう偏見があるのでありますが、全然 FX とすごく似ている取引でありますし、で対面取引とかもできるので、その点その点取引する際に私ちょっとわからないとかがあれば全然取引をしている会社とかで電話して相談すれば全然できますので、はい、その意味ではすごく取引しやすい環境でございます。他ありますか？NISA とかみんな知ってる？知ってます。解説できる？NISA って何ですか？それ解説できますか？あれだよ、なんだっけ、5、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。最後に NISA として商品が何が違うかっていう一つだけ申し上げますと、 NISA っていうのは短期取引でも最低3年っていう期間が必要になりますよね。それに比べると商品っていうのは長くても1年半っていう期間になりますので、それだけは、はい、注意しておきたいと思います。はい、よろしいでしょうか？はい、まあ、株はね、うん、まあ、最近流行りの、やられたら倍返しと、中倍返しというのがまたこの半年にあるかもしれないから、決め文句で、ぜひ10倍返ししてください。10倍返し、はい、まあ、あとはね、そのメリットデメリットどっちに当てはまるかは人それぞれなんですけど、株はまあとにかく銘柄が半端じゃなく多い、コモディティは銘柄の数が少ない。初心者にとってどっちがいいかっつったら、まあ人それぞれ意外とね、銘柄が少ない方がいいっていう人もいればもう分かりやすいから、逆にはたくさんある中から選んだ方が面白いじゃんっていう人もいるし、これ人それぞれいろいろ、まあ価値観によって違うと思うんですよ。銘柄が少ない、多い、これも株とコモディティの大きな違いだと思いますね。どんどん参加してほしいですね。そうですね、皆さんね、そう、市場参加者が増えれば増えるほどやっぱり日本の経済の活力にもつながるから。じゃあそろそろ判定の方行ってみましょうか。いいですか？はい、いいですか？はい、これね、ちょっと迷うね。アカデミックの世界だね、どちらかというと。そうですね、いいお話ですね。今日勉強になりました。まあ、どっちが面白いかとか投資見読みがあるかというよりも、どっちが自分に向いてるかっていうような判断でも今日はいいんじゃないですかね。あ、なるほど、ね、うん、素晴らしい MC 力、ね、なんか今日はそういうテーマだもんね。じゃあそれでいこう。どっちが自分に向いてるでしょうか。さあ判断していただきましょう。よろしいですか？せーの、ドン。株、コモ、株。お、ということで新しい株の学校の飯塚さんの勝利。勝ちました。じゃあちょっと飯塚さんから何かコメントを。はい、まあ、今、まあ、新しい株の学校でも、ね、こういう、まあ、基本的なこともありますけど、結局実践的に、やっぱり結果出さなきゃいけないんで、まあ、我々の2ヶ月上達プログラムがありますから、ぜひ体感してほしいと、強力な講師陣がバックアップします。よろしくお願いします。はい、はい、じゃあジョンさんの方も一言お願いします。はい、日本人だからこそすごく向いてる取引は勝因だと思います。で、今すごくこれしていいのかっていう迷わずにまず投資してみようっていう気持ちがすごく大事でございます。ちなみに1枚目 の, あのテロップあるじゃないですか、はい、1枚目堂島の、はい、今株式投資でも FX でも全てに使われているローソク足ってやつあるじゃないですか、チャート作ってる、そう、あれは日本の米商人が作ったんだよね。そうですね、堂島の、はい、その天候によって米の価格が左右される農家のその価格不安定の要素をできるだけ安定的にこうやって自分の収益を作っていきたいということで、もう価格の値動きを毎日こうやってつけてたのがローソク足の、これが世界標準になっちゃったというね。
アメリカの先物取引はすごく活発に取引されているんですけれども、うん、やっぱり日本っていうローソク足、もうアメリカはもともとバチャットを使っているんですけれども、うん、このローソク足を基本にして取引されている会社もすごく多いです、うん、その意味では私も今勉強してくる途中でございますが、うん、日本人ってすごいんだなと思いつつ、一本の、ね、ローソク足なのにあれにもう知るべき情報が全てが詰め込まれたのね、はい、一目見てわかるって言われたの。そう、あれはすごい。白くするか黒くするか、上にひげをどうやって伸ばしていくかで全てを表現していくね。拡大15分番組ですかこれから。違う、いやもう時間は押してるらしいです。もう喋りたくなってきた。はい、はい、というわけで本日のマーケットバトルどっちにし投資賞はお盆休みスペシャルということで、原点に戻りましょう、はい、ちびっ子たちの自由課題にということで、株対コモディティでお届けしました。また来週お会いしましょう。ありがとうございました。